おはようございます。お着替えてんの？もう着替えてんの？いや、ネクタイ、ネクタイすごいね。今回は龍田家のリビングを飛び出して、なんと本物のお店で収録です。はい、どうぞ。ということで、みんなやる気が空回り、げんちゃん、さきちゃんの世相を切る NG 集です。朝帰りを普通と居直ってる、居直ってるじゃない、普通と思ってる。でも最近は電車に乗ってもマナーマナーって車掌さんが言えないよ。そうそう、リュックと手荷物は前に抱えるか、網棚をご利用ください。人によってはそれがどうでもないってこともあるみたい。そうでもない、そうでもないってこともあるみたい。そうでもない、そんな分かんないけど、なるほど。お待ちどうさまでした。おでんの盛り合わせです。はいはい、前からでいいですか？あ、どうもどうもありがとう。はいはいはい、はい、どうぞ。あ、はい、忘れてた。めっちゃ困る。それぞれの判断と食い違いって言えば、いや先日のこ、いや先日のことね、昨夜は深く、いや、もう帰るね。いや、よく噛み砕いてね。そうね。ガンモがね、こっちの 歯の入れ歯の中、入れ歯じゃないんだけど、挟まっちゃった。まあ、何から何まで、こまこま。ね、まあ、何から何まで、こまこま。ね。と思ったら、あれ、なんだと、なくなった。あれって、おかしいな。勢いがついたお二人は、やわに積んだものがバサバサっと落ちる中、焦り慌てることなく、一時箸に飯を乗せたまま手を止めて、なんであんな分かりにくい。リンさん熱演。するとスマホが、あら、この取扱説明書なるものを。お皿のお尻しか見えません。今宵はおかみの店防災訓練だ。やってみよう。本当にやるんですか？やる。よし、いいか、行くぞ。あ、そうかそうか、まだ、行くぞ。どうも持ち物に思い入れをして擬人化してしまうのは昭和生まれの佐賀なのかね。あの東日本大震災の時だよ。情報じゃねえよ。焦り慌てることなく、一時、さっきも間違えたね、バサバサと落ちる。皆さんお疲れ様でした。